永山本線は、京都府京都市左京区の出町柳駅から八瀬比叡山口駅までを結ぶ永山電鉄の鉄道路線である。京都市中心部から三宅八幡駅付近までの生活路線を呼び、比叡山や八瀬比叡山口駅付近への降落路線である。一条寺駅付近までは、住宅と町工場の混在した地域、 三宅八幡駅付近までは住宅地の中を走る。沿線には名所、旧跡も多く存在する。三宅八幡駅を過ぎると山裾を駆け上がり八瀬比叡山口駅に到達する。倉間線と異なり山岳路線ではないが、33.33 33、パーミルの勾配が、修学院駅の北や三宅八幡駅と八瀬比叡山口駅の間にあり、特に、 三宅八幡駅と八瀬比叡山口駅の間の33.33 33パーミル勾配は距離も長い。この区間は高の川と住宅地の間ではあるが樹木や笹が茂り山深い雰囲気である。八瀬比叡山口駅付近は比叡山へのケーブルカーへの乗り換えのほか改良当時から京都伝統や地元が中心となり開発され一時期駅名となった遊園地。 野生遊園が開設されるなど、観光地として賑わった。現在では一部の休日を除けば、散策を楽しむような、静かな観光地である。平日ダイヤと、と休日ダイヤの二つを基本としている。2021年9月18日改正時点の、ダイヤでは、平日、と休日とも昼間時間帯は、倉間線直通の出町柳駅倉間駅間の列車と、 出町柳駅痩せ比叡山口駅間の列車が、それぞれで15分間隔で運転される。夜間には2軒、茶屋駅や、車庫のある修学院駅発着となる列車もある。ごく一部の例外を除いて、全列車ワンマン運転を行っている。2021年1月30日のダイヤ改正前は、平日ピルマ時間帯は、 倉間線直通の出町柳駅倉間駅間の列車、出町柳駅汗冷え山口駅間の列車、そして出町柳駅2軒茶屋駅間の列車がそれぞれで20分間隔で運転され、倉間線直通列車の方が多くなっていた。お盆や年末年始は平日でも、と休日ダイヤで運行されることがある。また、観光シーズンには特別ダイヤが組まれることがあり、 その場合は平日は、出町柳駅倉間駅間の列車と出町柳駅、八瀬比叡山口駅間の列車が、それぞれ15分間隔と下校時に合わせた、出町柳駅2県、茶屋駅間の折り返し列車が、土曜、休日は、最大で、出町柳駅倉間駅間の列車と出町柳駅、八瀬比叡山口駅間の列車が、それぞれ12分間隔で運転される。 関西の私鉄は、行き先表示に、行き先板を使用していた頃、列車の種類によって、長方形と丸型を使い分けていた会社が多かったが、英電では、途中折り返しのない本線の主系統である、出町流や世遊園のみ、長方形の行き先板に、両方の駅名を表示し、他の行き先や列車は、 丸型に駅名一つだけを表示した板をめくって、行き先を何種類も出せる仕様となっていた。永山線の行き先板は、デオ600系の廃車で消滅している。京都電灯により開業し、同社の永山電気鉄道部の下に置かれた。子会社の倉間電気鉄道は全通を一貫して、当線との直通運転を行っている。また一時は、 機動線である京都市電からの直通運転が行われていた。駅番号は2008年10月19日から実施された。ありがとうございます。